はい、今回はですね、新型アコードの見積もりが取れるようになったんで、メイクオプションとディールオプションも見ながら見積もっていきます。で、セダンでレジェンド、クライティ、アコード、インサイトで、シビック、グレース、まあレジェンドとクライティは別にして、アコードが465万、インサイトが332万、133万も価格差があって、シビックとは大方190万で、グレースとは280万、やっぱり高いですね。アコードでグレードは一つしかなくて、トランスミッションも一つで、駆動も一つで、 FF の ECVT2 モーター式なんで ECVT ですね。2板で、主要装備はこんな感じで、ヘッドアップディスプレイ、ホンダセンシング、ブラインドスポットインフォメーション、パーキングセンサー、ドライバー注意力モニター、 LED ヘッドライトとか、まあこんな感じですね。もう完璧な装備内容となっています。助手席側にも電動シートを採用、まあ、シートヒーターとか本革シートですね。18インチ選択して、でボディ色、まあ、一旦黒にして、でインテリアカラーもブラックにして、4754、シルバーも無料で、ホワイトがプラス44000円、赤も無料なんですね。でブルーも無料で、インテリアカラーの違いは価格差はなくて、ブラックもアイボリーも料金は同じですね。外装は赤にして、内装はブラックですね。かっこいいですね、やっぱりプレースラインもいい感じですし、ギアもいいですね。ドルフィンアンテナで、18インチのホイールで、インライン式のヘッドライトですね。でメイクオプション、インターナビも元カーついていて、ナビ込みの価格ですね。ホンダインターナビ、リンクアップフリー、ナビの大きさが8インチ、ギアワイドカメラも車載機もついていて、音声認識スイッチとかオーディオリモートスイッチ、まあ Bluetooth 対応で、8スピーカー、4スピーカープラス4ツイーター、まあ、フロント22でリア22でしょうね。 USB ジャックとか、ナビスペの内容も盛り込まれています。ホンダセンシングプラスブラインドスポットインフォメーション、衝突軽減ブレーキ、車線維持支援システム、後方誤発進、オートハイビーム、歩行者事故低減、路外通達、渋滞追従式のクルコン、車線維持支援システム、先行車発進、押し合わせ機能、標識認識、オートハイビーム、後方関係に関しても強い安全性能でいいですね。でヘッドアップディスプレイ、まあさすが高級セダンだけあって手抜かいないですね。ダンパーも新採用して、18インチのアルミホイール、まあ、乗り心地も良くなって、ロードノイズも低減、静粛性を向上、サンルーフも標準装備でいいですね。これ電動式なんですかね。まあガラス部分はさすがに電動式だと思いますけど、まあ購入者の方から言わせれば、メーカーオプションにして料金をもっと2、30万ぐらい安くしてほしかったという声も
あるみたいですけどね。ベーシックアイテムフロアマットで高い方が57,000円、結構しますね。でドアバイザーが28,600円、セット内容がなくて、でマットガードが19,800円、ライセンスフレーム、これインテリアの方でセットオプションであると思うんですけどね、ナンバーボルトとかライセンスフレームでボディカバー、エクステリア、フロントグリル、これはクロームメッキガーニッシュになるんですね。でもてなしフォグライトつけといて、コーナーポール、先端が LED に光るタイプで、でバンパーコーナープロテクター、ドアエッジプロテクション、エンブレム、まあここら辺もつけといて、ギアバンパープロテクター、まあ、傷防止関係で、ワイパーブレード関係があって、エアロパーツ、トランクスポイラー44,000円、ロアスカート、車体が大丈夫ですか、なんか捨ててしまいそうな感じがするんで、フロント部分とサイド部分がありますと。18インチでホイールとロックナットがあって、収納ケース、やっぱりインテリアパッケージが、あでもまたまあバイザーとかマットがついてなくて、インテリアパッケージがサイドステップガーニッシュ、ドアシールガーニッシュ、ドアポケットイルミ、変わった組み合わせですけど、55,000円、まあつけといて、でフロントリア用でドアデコが58,300円、まあ車載機はついてるんで、静電気除去、運転席と助手席で、アシストグリップ関係があって、ルームランプが標準だとハロゲンが LED 仕様になって、料金の方が3,850円、トランクトレイ19,800円、防水タイプで、抗菌消臭加工、まあこれつけておいて15,400円、パターンプロジェクター、エンブレムが出てくるタイプですね、カーゴボックス16,700円、18,700円ですね。でキーケースは猫とマヤスモンのブルーのキーカバーをつけといて、もうナビに関してはもう標準でついてるんで、選択肢はないですね。まあ、今回1回しか新型アコードに関しても1つのグレードしかないんで、3つもらわないんで、で3つもいい結果で、2リッタープラス2モーターの、まあ、EX 529,806円、車両本体でも465万ですからね。でメーカーオプションが全て標準装備で、ディールオプションが543,246円で、諸経費が104,860円で、総額はまあ大方は530万で、最後でオプションレスにして、車両本体プラス諸経費、まあ値引きで言えば298,000円は引いてほしいですね。そうじゃないともうカムイにお客さん問い合いますからね。でブラックにして、で3つ目結果で、車両本体プラス諸経費
で475万4860円、まあ5万4860円引いてくれたとして、まあ最低470万ぐらいないと、まあこれに点検パックとか守くんとかコーティングヒーターも大方500万になってきますね。はい、ってことで今回は新型アコードハイブリッドの EX を3つ持ってみたでした。